第3回ファッション対決。はい、改めまして神チューブの神の伊藤です。今回はですね、ファッション対決をやりたいと思います。第1回に小ヤッキーさん、そして第2回は真田っちさん、そして第3回も超豪華なゲストの方に来ていただいて、ファッション対決の方をやっていきたいと思いますね。それではじゃあ早速お呼びしましょうかね。どうぞ。こんにちは、京香ビジョンの伊藤京香です。お邪魔します。いや、もう京香さんですよね。もう初の女性とのファッション対決になるんですけど、やっぱね、京香さんといえば元グラビアモデルですよね。もう一瞬だけなんですけどね。でも一瞬だけでもグラビアモデルですからね。そして今もう現役女子アナですよ。もう肩書き的には僕と勝負するにはもうもってこいの方だと思ったんで、今回ファッション対決の方をやらせていただきたいと思いますね。まあ、肩書きでは負けてないんですよ、実は。なるほど。なんとですね、読者モデルを少しやったことあったりとか、おお。あとファッションショーのモデルもあるんですよ、実は。すごい。そして僕、女性の経験人数は100人超えてるんですよ。なるほど。それ関係ないですか、それ関係ないですか。すごい。確かにすごい肩書きですよ。肩書きですよね。もうこの100人切っても大丈夫みたいな感じで。安心感ありますよね。なんで、まあ、今回ね、京香さんとファッションやらせていただくんですけども、はい、テーマの方がデートスタイルということで。デートです。なんで、まあ、今だったら夏とか、まあ、いろんなデートもありますよね。そうですよね。なんでそこはもう京香さんのもうセンスというか、その時のシチュエーションにお任せして、デートスタイルのコーディネートをしていただこうと思いますね。なるほど。自分が思うデートの時の、はい、そうです。なるほど。はい。そしてもうダブル伊藤でついにこのコラボが実現してしまったんでね。ねー、すごい嬉しいです。はい。もうどっちが本当伊藤かというのもね。そうですね、真の伊藤、ここで、はい、ここで真伊藤をちょっと組みたいと思いますね。真伊藤、はい。そして今回もタイトルオークのスタッフさんの方にお手伝いしていただきますんで、よろしくお願いします。タイトルオーク小牧店スタッフの高橋です。はい、お願いします。先ほどフィギュアのグランド対決の方でもお世話になった高橋さんなんですけどもね、はい、今回は審査員としてちょっとお願いしたいなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。公平にお願いしますね。公平に、はい、もう見た目はもうキモいんで、もうかまれちゃうんで、もうファッションで見てください。それはあくまでも、はい、それじゃよろしくお願いしますね。じゃあ京香さん、とりあえず別々に分かれて、なるほど、今から選んでもらって、最後に集まってフィッティングルームから出てきてジャッジという感じで、わかりました、させていただきますんで、よろしくお願いしますね。はい、お願いします。さあ、行くぞ。はい、それではですね、今からファッション対決の服をね、探していきたいと思いますよ。デートスタイルってことになるんで、どのデートをチョイスするかじゃないですか。まあ今だったら例えば夏のデートスタイル、海とか山とかね、いろんなのもありますよ。なんですけど、僕はね、やっぱり今回ガチで元モデルに貸したいと思ってるんで、グラビアモデルに。なんでね、ちょっとガチで選んでいきたいと思います。そしてね、やっぱり以来一回小ヤッキーさんとやってるじゃないですか。で、小ヤッキーさんがもう僕に圧勝しましたよ。あの時の小ヤッキーさんの格好を思い出してください。皆さん、ジャケットスタイルなんですよね。なんで今回僕もしようと思いますね。やっぱジャケットスタイルってことなんで、まあ、初めて彼女の親に紹介されに行くスタイルってのでちょっと言いたいと思います。あ、これいいんじゃないですか。どうですか、ちょっと小焼きさんとかですか。ジャケットはこれにしようかな。どうですか、カメラ持ってる方いいですか。 OK ですか。勝てますかね。早速こちら女性もののコーナーなので選んでいきたいと思います。デート服、デート全然してない。 YouTube 始めてからもうセンスが干からびている。なんかここザラとかあるみたいなんで、個人的にね、ザラはよく着てるんで、まあ、こういうところから選ぼうかな。でもさ、なかなかデート服、みんなが思うデートと私が思うデートってちゃうよね、きっと。あ、私の好きな紫とかありますね。でもこれからの季節って考えるとちょっと暑いかな。こういうワンピースとかもね、可愛いですよね。私がさっきから選んでるの黒ばっかりなんですけど、黒とかね、寒色しか着ないのよね、なかなか。個人的にはすごいシンプルなものが好きなんですよ、こういう。でもデートでしょ、可愛い感じがいい。どんなシチュエーションなんでしょう。私が思う理想のデートって、ブラショデート。
ブラショに服は関係ないか。いやーでもそんなこと言ってたら一生決まらん。ミニスカ派？ロングスカート派？結構ワンピース着ちゃうからな。これからの季節とかだと海行ったりとかね、プール行ったりとかもあると思うんで、オフショルとか着たいですけどね。あ、いいじゃん、なんかこういうオフショル夏っぽいですよね。むずどうしよう。フィギュアだったらこんな服着ててほしいなとかすぐ出てくるのに、自分相手だと何も出てこないわ。キャミワンピとかもこれからの季節可愛いですけどね。で、私が選ぶのは暗い色ばっかだから、ちょっと明るい色とか選んだ方がいいのかな。じゃあジャケットはこれにして、パンツですよね。多分コヨッティさんパンツは多分デニムとか入ってるはずですよ。彼女のね、あの親に紹介されに行くわけなんで、ダメージ系が入ったらちょっとね、あの格好つかないじゃないですか。ダメージ系じゃないデニムで買いますね。これとかいいんですか。どうですか、決まってますか。これにしましょうか。これ履いてみましょうか。いいですね、これなんかちょっと小焼さんっぽいですよね。彼女の親にね、挨拶するわけですよ。そこでやっぱスニーカーはやばいんで、革靴とかがいいですよね。値段も安いです、2530円。ちょっとこれあるですね。ちょっとこれちょっとキープしましょう。ちょっとね、靴は向こうにあるんで、ちょっと靴の方行きましょうか。私がしたいデート、夏だから花火大会とか行きたいけど、花火大会は浴衣でしょ。大人っぽくディズニーをさ、アフターシックスから行って庭園までゆっくりお酒飲みながらデートとかしたいですね。大人だけどちょっとかぶり物とかもつけても違和感ないような、シンプル大人可愛いみたいなのがいいんじゃないかなと思います。できたらね、いい感じのものがあったら帽子とかも小物とかも取り入れたいので、こういうシンプルなの可愛いよね。シンプル可愛いやつ。で、私暑がりなんで暑がりなんで、まああと寒くなったらね、男の人からね、羽織物を借りればいいんで、薄着でいきます。これに何がいいかな。こんなんフォゴルフィーじゃんね。どうしよう。トップスは夏なんでちょっとオフショルっぽかったりとか、少しどっかが空いてたりとか、そういうちょっと肌見せがねできるようなトップスにしようかなと思うので、それに合うような、まあ、上も下も出てるとちょっとね大人だけだから下品なので、セクシーだけど清楚みたいなのを目指したいと思います。なのでそれに合うボトムスを選んでいきたいと思います。こういうのもいいかもしれないですね。クラークス、クラークスの方が履きやすいかもしれないですね。クラークスにしようかな。クラークスいいですね。うーん、なるほどなるほど。コヤッキーさんここに入ったんですよ結局コヤッキーさんの真似してか立とうとするだけですので、違いますからね。あの向こうの両親、ご両親にご挨拶をしに行くわけなんで。うわー、でもこういうの好きっすね。でもこういうの着ちゃうと、あ、伊藤さんっぽいなってなっちゃうじゃないですか、やっぱり。なんでね、俺じゃね、あのダメなんですよね。なんでこれいいっすねこれやばいっすか。これさすがにやばいっすね。あー、なるほど。こういうさ、サンダルだったらヒールもあるけど歩きやすくてたくさん歩けそうだしいいですよね。私はね、デートではヒールはマストだと思ってるので、靴も絶対にヒールで選びたいと思います。さっき選んだトップスに合うような帽子とかがあったら選びたいんですけど、なんとなくね、バッグとかの小物は決めてあるので、これ被り方どうやってやるのか正解わからん。こういう感じ。でもツバが大きいの被りたいよね、夏だったら。じゃこの辺たくさん靴あっていい感じですね。まあ、最終的には靴も選んで、それでは試着室の方に行きたいと思います。僕的にはメガネなんで、ちょっとメガネ買いたいなって感じですね。これトムフォードとかのメガネどうですか。
ゃないですか、これ。これ勝てますね、京香さんに。こっちもいいな。これね、度が入ってます。僕目、両目にて目なんで。ね、これかな、このコートにしようかな。はい、じゃあこのトム・フォードのメガネをつけて、さっきの見たいと思いますね。じゃあ僕の服はこれで選びましたんで、次は試着していきたいと思いますね。もう京香さんがね、どんな服を選んできても、もう僕には勝てないですよ。で、いきましょう。京香さん、はい、服の方を選んでくれましたか？はい、頑張って選んできました。いや、元グラビアモデルと元やっしょうかどくもどくも、そうです、どくもしてみましょう。はい、じゃあとりあえず、じゃあ、僕から着替えて、はい、その次に京香さんに着替えてもらって、最後にタイトル国のサブさんにジャッジメントという感じでいきますんで。はい、わかりました。はい、じゃあ僕はまあ着替えてきますね。お待ちしてます。はい、伊藤さんの準備が整ったようなのでお呼びしたいと思います。それでは伊藤さん、お願いします。今回は僕のテーマとしては、はい、初めて彼女の親に挨拶にしに行くということで、こうジャケットスタイルにしたんですけど、でちょっと髪の毛も縛っといて、あ、なるほど、ちょっと眼鏡もなんかちょっと目が悪いんじゃないかなっていうぐらいの感じの眼鏡にして、あ、そう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 、はい、ちなみにその中のって、はい、脱ぎ忘れとかではないですか？あ、これですか？やっぱ、はい、選んだんですよ、中の T シャツも、はい、なんですけど、やっぱりこれは僕はやっぱりね、このプラグスーツは外せないんですよ。脱げないと。そうなんです、これはやっぱりもうこれを黙ってその向こうの親に了解をいただくのは、許可をいただくのは許可をいただくのは、そう、それはちょっと僕もできないんで。いや、めちゃめちゃかっこいいんですけど、はい、似合ってるんですけど、もう中が気になりすぎるみたいなそうですね、はい、もう言われたら僕言います。プラグスーツ着させていただいております。プラグスーツ着させていただいております、みたいな。じゃあ次は京香さん、よろしくお願いします。負ける気がしないです勝てる気がしないです京香さん着替えとんのかな。これ多分ね、皆さんね見たいと思うんですよね。ちょっとやっちゃいますか。おお、マジか、おお、マジか、おお、マジか、おお、マジか。今脱いでます？脱いでます。マジっすか？キョさん、これ開けていいっすか？いや、まだダメです。もうでも着替えましたよね。いや、まだ脱いたばっかりです。いや、着替えましたよね。ダメです。いいっすか？まだです、まだです。キョカさん、キョカさん、キョカさん、え誰っすかあれ、キョカさんは、あれ、キョカさんは、あれ、キョカさんは、あれ、キョカさんはいや、京香さんじゃなくて、あなた誰ですか？いや、京香さんが来るのをここで待ったんですよ。あの、サラさん、ちょっと出てもらっていいですか？出ていいですか？いいですよ。京香さん待ってたんですか？そう、京香さんが入ってくるの待ってました。あ、で、ちょっと、操作中も待ったんですね。あ、そうです。操作怪しいんで、もう、中に入っとると思って、もう。あ、そうですね。はい、あ、なるほど。わ、はい、かりました。ダメです。じゃあ、サラさん、じゃあ、とりあえず、はい、これから、審査員じゃ加わってくださいよ。わかりました。はい、なんで回答の高橋さんと高橋さんと2人でジャッジということで、ね、はい、わかりました。じゃあ今から京香さんに出てきてもらいますんでね、はい、お願いします、はい、あのファンの方多分結構がっかりしたと思うんで、そうです多分高橋さんの方に多分文句いくんで、いや、やばいです、また荒れますってまた荒れますって京香さんお呼びしましょう。京香さん、どうぞ。スカート落ちてきちゃうんですけど、岡さん、これはちょっと、はい、佐々木さん、どうですか？いや、めちゃくちゃ可愛いですね。いや、ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い、ありがとうございます。やばいですね。京香さん、ちなみにこのテーマの方はいいですか？私、ディズニーが大好きで、YouTube 始まってから全然行けてないんですよ。はい。なので、大人のデートで、アフターファイブとかシックスとかでディズニーに行って、そのまま彼の家にお泊まりみたいな感じの設定で考えました。結構それ、アフターファイブでシックスにして、アフターファイブで、あ、違う。あれ
そうです。だから被り物とか被ってもいいように帽子、はい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 、被り物被った後に帽子でちょっと隠せるように小物も込みで選んでみました。うわー、さすがグラビアモデル。全然そんなことないですよ、ね。佐々木さんどうですか。いや、僕と一緒に行ってくれるんですかね。僕と一緒に行ってくれるんですか。行くわけないじゃん。ジャギで。では佐々木さん、はい、ジャッジメントの方に入りたいと思うんですけど、はい、じゃあお願いします。強化さんですね。入るよ。余裕で強化さん。いやもう最高ですねこれ。ありがとうございます。いいですね。いやいいですね。いやいいですね。いいですね。しか言ってくれない。本当にいいですねもう。私はカメラ回ってるんで。ああ、ごめんなさい。京香さんです。ありがとうございます。可愛すぎるね。もういや、ありがとうございます。めちゃめちゃ美人じゃん。いや、そんなことない、そんなことない。もうおしゃれなんで、高橋さんの票が入ればいいなと正直もう思っておりました。え、僕の票はどうですか。いや、僕の票はちょっと、まあ、これを見た瞬間に絶対入れてもらえるなって。あ、もう一人選んだ時点でもう勝ちは決まってたんで。えちょっと待ってください、はい、しかも伊藤さんずっと AT フィールド全開じゃないですか。これはあかんっすね。これあの両親に会いに行くそういう次元じゃないですよね。これ AT フィールド全開0点ですよこれ。加点ポイントどころかみたいな。気づかなかった。もう京香さんの圧勝ですね。ありがとうございます。でも確かにめちゃくちゃ可愛いです。本当ですか。本当に可愛いです。もうマジでデートしたいぐらいですねこれは。じゃあ今からディズニー行きますか。いやここ愛知県ですからね。愛知県ディズニー行ったらあの6時にも間に合わないですね。間に合わないですね。いや京香さん今回のこの企画どうでしたか。いやもう初めてこんな風に選ばせてもらってすごい楽しかったですし。いやそう言ってたけど本当嬉しいです、ね、YouTube で始めてからデートしてないので。おお、もうあのこういう風にデートっていう設定で選ばせてもらえて私の中の女性ホルモンがねあのどうにかなってしまいそうでした。ありがとうございます。すいません、僕こちらこそありがとうございます。もう本当この回答両方小牧店さん、そして高橋さんのご協力があってのこの企画となりますんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこの企画第1回の小ヤッキーさんがねいろんな YouTuber さんとあのやってください面白いからと言っていただけてね、この第2回第3回3回目にこの京香さん来ていただいたんでね、はい、もう本当小ヤッキーさんにもねもう本当お礼を言いたいなというふうに思いますね。そうですね、ありがたいです本当に、はい、光栄です。そうですね、本当にもうこれ本当僕も良かったなと思います。じゃあそんな感じで今回の動画を終わらせていただきます。神チューブの神の伊藤と京香ビジョンの伊藤京香でした。チャンネル登録よろしくお願いします。京香さんの方のチャンネルにも僕を邪魔させていただいてますんで、はい、詳しくは概要欄の方から飛んでいただいて動画の方を見ていただきたいと思います。ぜひお願いします。さっきの恨みがあるので思い切りいきたいと思います。マジか。京香さん、いやちょっと怖い。じゃあ行きましょうか。全力でバチーンと。あーマジか。行きます。はいはいはい。いった。京香からめちゃめちゃ可愛いです。京香さん、ガチで来ましたよね。ガチで来ました。ちょっと待って、今ちょっと痛いやつですね。なんか先っぽが当たりましたね。先っぽが当たりましたね。まあ、なんかもう、これ、叩かれて幸せっす。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 うわぁ、京香さん、もう一発、もう一発。もう一発。もっと。京香さん、また次回っていうか、また一緒に対決なんかお願いします。そうですね、今度はマイバット持ってきます。おー、すごいですね。金属か。ヤンキーじゃないですか。